大鳥居新門、立花梅宮大社は、京都府京都市右京区梅津府家の川町にある神社。式内社22社の一社で、旧社格は、官兵中社。現在は、神社本庁に属さない、丹立神社。旧称は、梅宮神社。新門は、立花。京都市西部の梅津の地に鎮座する、四世の一つの立花の市の氏神として知られる神社である。 元々は奈良時代に南方の続き国に出張付近に創始されたと言われ、後平安時代前期に立花の勝子によって現在地に遷座したとされる。現在地への遷座に関わった立花の勝子は佐賀天皇の皇后として人形天皇を出産し、外籍としての立花の氏の中高に貢献した人物である。社言では橘花の勝子には、 子がなかったが、梅の宮神に祈願したことで御子を授かったといい、その伝承にちなんで、現在も子授け、安山の神として信仰される。また、祭神の中から、酒造の神としても信仰されており、酒にまつわる多くの神事が、現在も行われている。その他、梅の宮大社の霊祭は、梅の宮祭として、古くから知られ、特に、平安時代当時には、 小金祭りとして有名であった。現在の社殿のうち、本殿、拝殿、老門、境内社,社、若宮社、境内社、森王社の五宗は、江戸時代の造営であり、京都府登録文化財に登録されている。現在の祭神は、次の本殿与柱、総殿与柱の、計八柱。相との与柱は、忍樹年間の合子という。 自玉主再来司海神社梅の宮大社と同様に、酒海神を祀る神社であり、関連が指摘される。梅の宮大社で本殿に祀られる、酒海神をはじめよ柱は、いずれも梅の宮大社特有の神である。神明の所見は、酒海神、大枠子神、小赤子神は、上和三年、酒時子神は、上和十年になる。特に主神である酒海神については、 坂戸家の辞義を、壁界として、悪霊を払う神とする説、井界として教会にて、悪霊を鎮める神とする説が挙げられるが不詳。また神格としては、立花の死が放災したことから、立花の死の祖神とする説のほか、大山隅神にあてる説があるが、こちらも明らかではない。後者の説として、山と豊か秋津島牧場記では、酒界神、酒時子神、 大枠語神、小枠語神をそれぞれ大山積み神、この花咲くや姫命、ニニギノ村、ヒコホホデミ村に当てており、現在の梅の宮大社ではこの説を採用している。なお、縁儀式新名帳では、山城国男に軍に、自玉主斎来主会神社名神大元名山座記社、として、酒会神を祀る、式内社の記載がある。この酒会神社は、 現在を特に軍大山崎町の酒会神社に否定される。その社名は、神明町の記載によるともともとあった山崎社に玉種から酒会神が誕生されたことを意味するが、玉種の場所やこの神社と立花の死との関係は明らかでない。人物略系随で地め梅宮大社の創建は、旧鬼頭が散逸しているため詳細には明らかでないが、 神社側では由緒を次のように伝える。まず、奈良時代に、県、犬飼い道代によって、山城国賀原国で将に祀られたのが宗師であると、し、その子の立花処刑には、氏神として祀られたという。さらに天平法事年間に三0代の子の、光明皇后と室女王によって、奈良に移された後、木津川上流の山を経て、平安時代初めに、 ダ林皇后によって現在地に戦死されたという。一方、平安時代末期のイロハーザル衣装でも梅宮社奏史に関する記述が見える。同章では、ダ林皇后がその氏神を園定時に祀ったことに由来するとする。この文では吹きとして、この神がもともとは県犬飼道代によって祀られ、ついでこの光明皇后と室女王によって落住みない塔に、 その後、相良軍定山の地に、戦災されたとする。そして、平安時代に入って、人形天皇の時、井手寺に祀られていた神が天皇が家が見ながら、大沼に預からなかったことに怒りを示したため、皇后自らによって、クズの川島に戦死されたという。なお、国史でも、日本三大実録願行三年上において、やはり、梅の宮社が、 団林皇后由来である旨が記されている。以後の梅宮大社は、立花の氏から、宇治屋城として崇敬されたほか、県、犬飼道代が、藤原不人夫人でもあった関係から、藤原氏からも崇敬されたという。国史では、上和3年に、山城国くずの群梅宮社の祭人である、酒飼神、大枠子神、小赤子神の三神に、深海女医の記事が見え、遅れて、 上和10年に酒飼い子神の深海女医が確認される。その後これら4神の深海は重ねて少女され、上元17年に13位、演技11年には肖像くらいに上った。延長5年成立の演技式新名庁では、山城国くずのに梅宮坂神四社並名神大月寺2名目として、名神大社に列するとともに、月次祭、 新ー目祭りで平白に預かった旨が記載されている。22社中式によれば、平安時代中期には、名社として22社の一つに列しており、実証4年には、小一位が授けられたという。また、平安時代には、年2回の梅の宮祭りが直祭として行われた、ことが知られる。英万元年の神技館諸社年具注文では、松尾社、稲荷社など、 山城国の五社のうちに、梅の宮社が含まれており、藁二百束、薪木二百束を、梅の宮社から神技館に調信する規定であった。以後は、立花の死水帯に伴い社税も衰えたが、中世も祭祀は続いていた。しかしながら、文明六年には戦乱に巻き込まれ、社殿を消失している。近世には、主因地として59国余りが与えられ、 元禄十三年には現在に見る社殿が造営された。明治維新後、明治四年に梅宮神社として近代社格制度において官兵中社に列した。戦後は昭和二十六年に社名を現在の梅宮大社と改称し、現在に至っている。本殿と廃所境内の主要社殿は元禄十一年の火災による消失のため、江戸幕府五大将軍、 綱吉の命で、亀岡城主が武行となり、元禄十三年に再建されたものであるという。ただし台風大破のため、拝殿は、文政十一年、随神門は、文政十三年の再造英治のものとされる。本殿は三権者流れ作りで、屋根は日和田吹き。拝殿は桁行き三権、両行三権の入りもや作りで、妻入り、屋根は銅板吹き。 随心門は三軒一個の老門で、入り模屋造り、屋根は本瓦原吹き。随心門内の左右には随心として、豊か違和感と命、の違和感と命の二神の心臓が安置されている。以上の本殿、拝殿、随心門は、境内者の若宮社、森王社と共に、京都府登録文化財に登録されている。本殿の東側には、またげ石と称される二個の丸石があるが、 これをまたげば、子が授かるとして信仰されている。また、本殿の西側には、養蜂石と称される三個の石があるが、これらは、熊野から飛来したカラス三羽が、石と化したものと伝える。その他、境内の東側から北側にかけては、深淵が整備されており、四季折々の植物が植えられている。若宮社、森王社その他、2007年にがい、堺外、 抹茶発射を行使した抹茶社殿が水垣の中に鎮座する。年間祭事一覧梅の宮大社で年間に行われる祭事の一覧。梅の宮大社の例祭は古来梅の宮祭として知られる。祭りは古くは一年に二度4月と11月の上の鳥火に行われたという。その起源について、イロハアザル衣装では立花の勝値子が祭神を現在地に潜座して、 祭りを行ったことに始まると記している。また、日本三大実録では、梅の宮祭りは上和、任寿頃から行われたと言い,い、九時根源でも上和頃から始まるとしている。資料によると、梅の宮祭りは廃止、復活をたびたび繰り返しており、元領3年4月に一度廃止、元領8年11月に復活、官平年間に再び廃止、官な2年11月に、 再び復活するという変遷を経ている。以後は、平安時代後期の日記類に見えることから、安定して取り行われたとみられる。この祭りの様子は、後期次第に衝術されており、神寺、舞、和舞などが模様される、画学祭で生還を極めるものであったという。梅の宮社は、立花の死の宇治八であったことから、この梅の宮祭りの祭日には、立花の死が方兵氏を務めていた。 ただし、立花の死の衰退もあって、藤原氏による代行もたびたび行われている。その後、平安時代中高期からは、衰退に向かったが、中世、近世にも断続して続けられていた。明治以降は、例祭は4月3日の年1回に変わったが、現在では5月3日に移り、新交祭が行われる。所在地交通アクセス境内には、多くの猫がいる。 神社で飼っている猫であり、境内にはむやみに餌を与えないよう表示がある。また、社務所横には多くの猫用の寝床が作られている。注釈原点出典書籍サイト。ありがとうございます。